ダニエル・レーモンド・クイゼンベリーは、アメリカの元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカ出身。ニックネームは、クイズ。MLB における、クローザーの草分け的存在である。現役時代は、1980年から1985年に、かけて、カンザスシティロイヤルズの絶対的なクローザーとして、活躍。 最多セーブ投手に5回輝き、通算244セーブを挙げた。1975年にカンザスシティロイヤルズにドラフト外で入団。1979年7月8日にメジャー初登板。この年は32試合に登板し、5セーブを挙げるにとどまった。ところが、1980年にジムフライ監督の勧めでピッツバーグパイレッツのケントテカルブに似せた。 アンダーハンドにフォームを変えるとこれが大成功。この年75試合に登板し、12勝7敗、そしてリーグ最多の33セーブを挙げる。休息はなく、この年も128回1、3を投げて37奪三振と、リリーフエースにしては非常に三振が少ないが、持ち前の請求力とシンカーでボンダの山を築く。 コントロールは絶妙で、通算1043回1、3を投げて与えた支球はわずか162。9イニング平均で1.240個で、これは1926年以後にメジャーで1000イニング以上投げた投手の中では最小である。50日間に及ぶストライキで、シーズンが中断された1981年は18、セーブに終わったが、1982年には、 初のオールスター出場を果たし、35セーブを上げて2年ぶりに、セーブ王に帰り咲く。1983年には、メジャー史上初のシーズン40セーブを達成。最終的には45セーブまで伸ばした。1983年は9イニング平均0.71個、至急、1984年は0.84個という、少なさであった。 また、1981年には、日米野球で、ロイヤルズの一員として来日し、アンダースローで、日本の打者を苦しめた。1984年は44セーブ、1985年も37セーブを挙げ、この年まで4年連続で、ア・リーグセーブ王に君臨。1985年には、球団創設初のワールドシリーズ制覇に貢献した。この間、 1983年にはロイヤルズと年俸の一部の支払いを利息をつけた上で引退後に行う、いわゆる終身契約を結ぶ。しかし1986年は12セーブ、1987年は8セーブと大きく成績を落とす。1987年にはアリーグの通算セーブ記録を更新した。1988年には 中継ぎに降格したが、オールスターでの中断中にロイヤルズを解雇となり、セントルイスカージナルスに移籍した。翌1989年もカージナルスで投げるが、主に中継ぎでの起用で6セーブ。1990年にサンフランシスコジャイアンツに移籍するが、5試合の当番で防御率13.50の散々な成績で、最後の当番となった4月23日に、 海鮮筋断裂の重傷を負い、そのまま現役を引退した。引退後は、詩人となっていたが、1997年12月に、脳腫瘍の診断を受ける。癌に転移し、翌1998年に45歳で死去した。ありがとうございます。